マルサンホビー動画チャンネルです。10月19日土曜日発売のバンダイの新製品の、ご案内になります。今回もですね、劇場版ガンダムシードフリーダムに登場しましたモビルスーツや、ネットフリックスの方で話題の、ガンダム映像作品などがありますので、ぜひご覧ください。まずご紹介しますのは、ハイグレード144分の1スケール、ムラサメ回になります。こちらの方はですね、劇場版ガンダムシードフリーダムに登場します、可変モビルスーツになります。ファンデーションとですね、合同作戦の時に、こう使っていました、モビルスーツになりますけれども、まあ、地上の時ですのでね、このムーさんがですね、こちらの方に、登場しまして、戦闘などには参加しています。ムラサメはですね、前回のシードディスティニーの方から続けて出ているこう可変モビルスーツですが、こちらも非常に人気のある、機体になっています。こちらの、ムラサメの方はですね、こう複数機で、ね、活躍するモビルスーツになってますので、ぜひこうたくさんこうで用意して小隊作ったり中隊して作ったりしていただけると非常に見栄えもしていいと思います。さらにですね、もう変形機能はこうオミットしまして、完全にモビルスーツと、モビルアーマーの状態をですね、こう綺麗にこう見せるようにという仕組みになっています。で、今回はですね、羽のところとかにも武装とかもこうたくさんつきますので、まあ、以前に出てたムラサメから比べてもかなりそういう面ではグレードがアップしてますので、非常に楽しみの一つでもあります。今回はですね、さすがにこう差し替え変形式のプラモデルキットになってますので、今まで出てましたモビルスーツのようなこうシードアクションシステムとかはさすがにこう組み込めないですけれども、こちらのね、ようにこう膝立ちポーズも取れるようにはなっています。ですので、なんかこうよくこう、戦艦のですね、こう甲板の上にね、降り立ってこうパイロットがこう降りるシーンみたいなのがこう再現できるようになっています。本体の方はですね、先ほども言いましたけど、こうシードアクションシステムとかが入ってなくてもですね、結構こう、関節の方が動くようになっておりまして、まあ、よくシードでね、こう使ってるようなこうポージングですね、決めポーズみたいのはこれはこれで取れるようになってます。特にですね、こうムラサメの場合だとこう飛行形態からこうモビルスーツにこう変形をしまして、その後によくこうビームライフルを構えて撃つシーンっていうのが多々ありますので、これはちょうどですね、そういったポージングを、こう取れるよという感じでこう見せてるものだと思います。ちょっと別売りにはなってしまうんですけども、アクションベースを使っていただければこのような大胆なポージングが取れるようになります。こちらはモビルアーマー形態にこう変形させたものになってます。こちらはですね、こう戦闘機状態のシルエットをこう美しく見せるために完全変形とい こう機構をですね、オミットしまして、パーツを差し替え式にして、MA 形態のフォルムを、こうかっこよく見せるようになってます。そうすればですね、逆に今度モビルスーツ状態の時でもですね、そちらの方がこうかっこよくできるようになってますので、まあ、無理やりですね、こう変形させるよりはこういった方の方が144分の1くらいのスケールの、プラモデルには適していると思います。さらにですね、この変形した時にですね、ビームライフルの方はですね、こう、フォアグリップを収納しまして、こう主翼のところにこう接続してこう武装として使うことができます。まずですね、モビルアーマー形態にするときのこう差し替え用のパーツがありまして、これにですね、本体の手や足の部分などをこう取り付けていき、こう変形させるようになってます。さらにはですね、こうミサイルや増装パーツ、そういったのもですね、こうたくさん入ってますので、まあ、今まで出てましたムラサメと違いまして、こういった部分でまたこう差別化がされています。さらにですね、こう付属品としてビームサーベルが1つと、ビームライフルが1つ、でシールドが1つと、変形用パーツが1つ、で増装パーツが2つと、シールが1つつきまして、価格が税込み2750円になります。はい、次に、ご紹介しますのは、144分の1、ガンダム EX 復讐の、レクイエム、バージョンになります。こちらのモデルはですね、こうネットフリックスにて世界独占配信の、機動戦士ガンダム復讐の、レクイエムに登場します、ガンダム EX がこう登場します。こちらのモデルはですね、こうフル CG で作られたこう映像作品になってまして、こう非常にこう精密なモールドや、あとこう世界観ですね、そういったところが映像としてこうあちらこちらにですね出てきますので、ぜひまずその配信がですね、このプラモデルが出る前にありますので、そちらを見た方はぜひこのプラモデルの方も一緒に合わせて
お求めいただければ、よりこう世界観が広がると思います。今回のガンダムはですね、このアニメーションではなくフル CG で描かれていますので、非常にですね、高密度なこうディテールや柔軟なこうアクションポーズをこう取れるように144分の1でこう再現しています。ところどころにですね、この装甲からこうむき出しになりましたこの機械の部分、まあ、フレームや、まあ、何かこういろいろな、まあ、システムだと思うんですけれども、そういったところもですね、こう精密なこうディテールの、形状をですね、プラモデルできっちりこう再現していますので、これでですね、このガンダム EX のこのフォルムがこうちゃんと分かるようになっています。ポージングもですね、非常にこう大胆なポーズがこう取れるようになっています。ビームライフルをですね、こう大きく構え、シールドもこうちょっとこう、前側にですね、出したようなこうポージングになってるんですけれども、ちょっとこの、独特なこのデザインのガンダムはですね、こうフォルムがちょっとこう、人間臭いような部分もあります。ちょっとまあ、カクカクしいガンダムと違って、こう全体的にこう丸みを帯びていますので、なんかこう何と言ったらいいんですかね、こう人がこう動いた時のこうな滑らかさみたいな感じがこの映像からは汲み取ることができます。こちらはですね、こうビームサーベルをですね、こう構えているシーンになるんですけれども、まあ、これがなんかね、こう、敵陣にこう向かいながらこうサーベルを抜いてまっすぐこう、歩いているというような感じの、姿になっています。ちょっとですね、こういったのがこう真正面から来るとさすがにこうジオン側もこう、まあ、驚いてきちゃう、こう感じですよね。さらにこの大きくこう切りかかってこう地面までこうサーベルをですね振り切ったっていうような感じもこう取れまして、この時にですね、もう足もこう、膝がきっちりこう地面にこうつくぐらい関節が非常に大きく動いています。これでですね、まあ、初代ガンダムなんかでもありましたけども、こう上からですね、こう切りつけて相手をですね、こう切って着地するみたいなこうポーズが取れて、こう非常にかっこいいです。こちらもですね、このガンダムの稼働のすごいところを見せているところになります。右手でですね、こう左の肩のところにありますこうビームサーベルラックからですね、こうビームサーベルを抜くというこう、シーンになってますけれども、このようにですね、首の後ろの方にまで手をこう、回しまして、こうサーベルを持てるほど手やこう肩の動きが大きく取れるようになってます。さらにはですね、こう、ショルダーガトリングの方にですね、こうつながっているこう球団ベルトがナイスパーツを使っていますので、こちらのガトリングガンを、ね、動かしたときに、このベルトが柔らかいですから動きにこう支障がないようになっています。こちらのガンダムにはですね、こう、ビームサーベルがこう3本こうバックパックに装備できます。さらにですね、ビームライフルはジョイントパーツを介して、背面にですね、こう取り付けることができます。ここではちょっと見えないんですけど、シールドの裏面もですね、非常に高密度なこうディテールを、再現しています。そしてマーキングシールによってね、各部隊のこうマーキングを再現することができるようになってます。で、付属品の方はビームライフルが1つ、ビームサーベルが、こう3つで、シールドが1つで、ハンドパーツが1つ、ジョイントパーツが1つ、シールが2枚入りまして、税込み2090円です。次にご紹介しますのは、144分の1ハイグレード、ザクニ F 型の、ソラリキ、復讐の、レクイエムバージョンになります。こちらもですね、ネットフリックスで世界独占配信の、機動戦士ガンダム復讐の、レクイエムに登場する、ザク 2F 型の、ソラリキをですね、商品化したモデルになっています。こちらもですね、こうフル CG により、ザクの方を、デザインしておりまして、非常に細かいディテールから汚し、まあ、あとこのマーキングなど、そういったところがですね、細かくこう CG で書き込まれた、モデルになっています。こちらのザクはですね、こう非常にまたこう独特なスタイルをした、モデルになってます。今までありましたこうザクから比べると、割とこう胴がですね、こうストーンってこう肩からこう腰までこう落ちたような感じになっています。で、手足もですね、こうなんか太いようで細いような、なんかちょっとこう、まあ、胴体のデザインから合わせているからこういう風に見えちゃうのかもしれないんですけども、ちょっとこの、マッシブなのか、こうスレンダーなのかがちょっと分かりづらいような感じはします。でもですね、この全身にですね、この施されたこのディテールがですね、すごく細かくてですね、あちらこちらにですね、モールドや、この、まあ、いろんな、この、なんていう、突起とか、へこみなどがありまして、非常にこう立体的にはなっています。メカもですね、こう、ところどころ、こう、装甲の隙間からこう見えてまして、こう、非常に、
こう機械的な部分もですね、細かくこう再現されています。シールドもこう見えする部分にですね、まあ、あの裏のところとかこう支えている部分とかそういうところもですね、なんかいろいろこう、このデザインをした人が考えたんだと思うんですけれども、まあ、支え方とかがね、またこうシリンダーみたいのでこうつながっている、構造になっています。こちらはザクマシンガンをですね、こう腰だめでこう構えているあの、スタイルになっているんですけれども、こちらの方ですけれども、ちょっといろいろ関節がですね動いてますので、今までちょっと立ってたシーンだとこう見えなかった部分のこう関節のディテールなどもあのこう細かくあの見えるようになっています。腕もですね、あのちゃんとこうザクマシンガンをこう正面でこう両手持ちできるように、あのこう非常に大きくこう動けるようになっています。さらにですね、こう足とかにこうついてますあの動力パイプですね、まあ、こういったのはあのこう可動軸の部分にあのこう接続部分を持ってくることによって、足の動きにですねこう追従しまして、こううまく、こう足が動けるようになっています。今度はですね、こう、ヒートフォークをですねこう、振りかぶったあのポージングを取ってますけど、ヒートフォークをですね手に持ってますので、あのザクマシンガンの方はですね、ちゃんとこう腰の方にですねこうジョイント、できるようになってます。さらにはですね、こう右肩にこう装備されてますこうシールドはですね、あの先ほども言いましたけど、こうも、まあ、表も裏もですね非常にこのディテールが細かくできています。さらにこのシールドのね、あの先のところはあのこうなんて言ったらいいんだ、鍵爪状にですねこう分かれてまして、その間になんかこう、機関銃みたいなこう方針が見えるので、もしかしたらこの、シールドはですね、ただ守るだけではなく、あの攻撃手段としてもあのこう使えるようなあの部品になっているのかもしれないです。で、舞台マークの方がですね、入ってまして、さらにですね、こう全身のモールドや汚しをですね再現できるこうマーキングシールが付属していますので、ちょうどこの足とかですね、いろんなところがこう汚れてるんですけれども、それがこのシールでこう再現できるようになってます。で、付属品の方は、ザクマシンガンが1つ、ヒートフォークが1つ、ハンドパーツが2つ、でジョイントパーツが1式、でシールが、1枚付きまして、価格が税込み、2090円になります。以上が、10月19日土曜日に発売になります、バンダイの新製品になりますので、お客様の、ご来店の方をお待ちしております。どんどんこうバンダイのですね魅力あるあの新製品があの発表されましたらご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。